ち、借金のすべてをボコクソにこき下ろす。鎌田大地が内田篤人のフットボールタイムに出演、スタメン争いで自分が負けてるとは思わなかった。さっき監督がいた時は、このやり方ならいくら試合に出ても結果を残せへんなとやりながら感じてて、それが一番難しかった。とにかくすごく守備的でしたね。前から行くけど、後ろにめっちゃ人数を余らせてるからボールを奪えない。取ってからもゆっくりしちゃう。とにかく走らないとダメでした。中盤の3人が基本的に13キロは走らないとダメなサッカーでした。試合終わった後の分析とかもなくて、ここで持った時にこの選手が空いてるとか、この選手がいい動きしているからここは使わないとダメとかそういうのも全くなくて、すごく古いやり方をしていた。何でも良いけど、相当不満だったんだろう。でも、それをブラインドで隠しながら良い人を演じる選手もいれば、正直に何でも話してしまう鎌田選手のようなタイプもいる。ビジネス的には後者は損をするが、番組的には後者の方が面白い。あくまで日本人らしくない発言であってサッカー選手として間違った内容の話ではないよね。ラッツィを批判してるというより監督批判だし、その監督が率いて結果を残せなかったんだからむしろラッツィを擁護してるとも取れる。さっき全否定で草。鎌田がこういう性格なのをウッチーも知ってるだろうに、あんまこういう批判を現役選手に言わせちゃあかんよ。言ったとしても切ってあげないと、去ったチームを悪く言うのはこれから行くクリスタルパレスにも決して良い印象にならない。好き勝手言うのは引退してからでいい。番組見たわけではないが、あんまり現役選手から全所属チームへの不満を引き出したらいかんやろ。これからどんなチーム行くかもわからんし、少なくともイタリアリーグからはブラックリストに載せられるんじゃないの。キャリア形成の障害にならないか心配。ただの悪口でさ。